皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題、これを考えてその答え方を解説する動画です。今回は中学2年生の理科テスト用の混合物の加熱、これについてお話しします。鉄粉と硫黄を乳鉢でよく混ぜ合わせて試験管 A と B に分けて入れます。そして試験管 B だけを加熱し、色が変わり始めたら加熱をやめて観察すると、こういう実験です。この時試験管 B の口のところには脱脂綿を入れて軽く蓋をしておきます。どんな質問がされやすいでしょうか。1番、A と B の試験管に磁石を近づけるとどうなるかと、こういう質問ですね。 A の中にはまだ鉄が残っていますよね。磁石は鉄を引きつけますから、磁石を近づけたらね、これ磁石を引きつけると、このように書いてください。ところが B、 これは化学変化を起こっています。それによってこの中にはもう鉄が残っていないんですよね。ただ反応が不完全だと少しだけ鉄が残っていることがあります。もし反応が完全に終わっていたら磁石を引き付けない、反応が不完全だった場合は少しだけ磁石を引き付けると、これが答えになります。2番です。 B では加熱をやめても反応が進む、これはなぜでしょうかと、こういう質問です。これって実はね、熱を発生する反応なんですよ。ですから発生した熱によって反応が進む、発生した熱によって反応が進む、このように答えてください。3番に行きます。 A、B それぞれの試験管に薄い塩酸を加えたらどちらからも気体が発生した、発生した気体はそれぞれ何ですかと、こういう質問ですね。 A は鉄がまだ残っていました。鉄は金属です。塩酸は金属と反応して水素を発生しました。無色無臭で空気より軽い気体ですね。ですから A からは水素が発生したと、こういうことです。これに対して B、 これに塩酸を加えると実は卵の腐ったような匂いがした気体、これが発生します。これは硫化水素と言います。硫化というのは硫黄の方のこれですね、硫化水素と、これが発生します。 B から硫化水素が発生します。4番です。気体の匂いを嗅ぐとき注意することは何でしょうか、こういう質問です。これそのまま嗅ぐと実はね、危険な時があるんですね。特にこの実験で発生する硫化水素という気体、これは人体に毒なんですね。ですから直接嗅ぐんじゃなくて手で仰ぐようにして嗅ぐ、手で仰ぐようにして嗅ぐ、これがこの質問の答えになります。5番です。B の試験管で起きた反応を化学反応式で表しましょうと、こういう質問ですね。こういう問題、ここには鉄と硫黄が入っていて、それがね反応して新しい物質になった。鉄は Fe ですね。 Fe 足す硫黄は S で、ここ矢印ですよね。そして出来上がったのが FeS、こうなります。これは硫化鉄という物質です。鉄と硫黄を合わせて反応したら硫化鉄ができた、このようになります。 Fe プラス S 矢印 FeS、この反応のように2つ以上の物質を反応させて性質の違う新しい物質、これができること、新しい一つの物質ができること、この反応を化合というので、この言葉も覚えておいてください。よろしいでしょうか。今回はテスト硫黄の
混合物の加熱、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。